かでゴールキーパーコーチがいる環境ってまあない、うん、だからこそ今回あのよくなんか人っていう感じでいろいろみんないろいろ喋るじゃん。支えた期間が長いキーパーの方が試合に出た時にめちゃくちゃ支えられるって言ったら、ベンチにいるキーパーってかっこいいぜって思ってた逆に。もうプロ見てもさ本当にいいポジションですよ、うん、本当にやりがいしかないよね、うん、魅力も。そうウィースは技術プロの環境、うん、これはすごく、うん、すごくいいとこだなって思う。すっげえ楽しかったんだよね高校サッカーだろうね、うん、絶対楽しいと思うよ。ザ青春って感じ、うん、間違いない。それはすごいいい経験にもなったし、自分の宝物、その3、高校3年間寮生活してたけど、すごい宝物だなって思うし、その高校3年間があったか、トップに上がるチャンスが逆にあったみたいな、うん、180センチ高3時にあったらプロ上げてあげるって言われたもん。おお。で、今173でプロ上がれなかったんだけど自分がプロになれなかった理由って何だと思うっていう、心構えだったりとかそういった部分、その今プロになってる選手たちと比べて何が足りないのかなっていう。俺これ明確にあってさ、幼馴染が今ガンバ大阪にいるのよ。そいつと自分比べて 何が違うかなって思った時に、サッカー好きなのは大前提じゃん。うん、もちろん俺もすごいサッカー好きだし、サッカー愛してるもんね。すごい、もう24時間365日サッカーのこと考えてんだよ、うん、オフの期間なのにずっとボール触ってんだって、自分プロになれなかったわけだわって、うん、やっぱすごい納得しちゃったんだよね。身長が足りない、技術が足りないとかっていうのはもちろん大前提いろいろあるとは思うけど、もうそれ以前の問題でサッカーのこと愛してないと、やっぱこういう選手がプロに行くんだなってすごい思ったのがあったんだよね。そう、もう根本的にもうプロになれなかったんだなって。もう高校で身長と言われたからね。だから最後はもうサッカー続けさせてくれた人、親とかねの恩返しで大学はサッカーやってたから、なっても続けられなかったなって思うのは、高校の時の俺ってめちゃくちゃ自分勝手だったなって思う。ゼルビアもやっぱりそのサポーターの方々がいて、フロントの方々がいて、いろんな人が関わっての、まあ工業じゃん言ったらサッカーって、周りの人を幸せにできるような、なんか大事にできてなかったなって思う。結局なんか自分のためにやってたみたいな、負けなければいいとかっていう話さっきしたけど、結局自分が良ければいいとか、高校の時にもう一個あってさ、プロの道がもう一個あって、一応フットサルがあったの。町田ってペスカがあるじゃん、うん、俺ペスカの誘いも来たの、国士官決まって、そう国士官決まってから。でもサッカーやりてえなみたいな、こんなところに根回ししてくれて話してくれたのに、うん、まあそういうの何も考えないでサッカーやりたいから、いや全然国試行きますみたいなで軽く断っちゃうとか、今考えるとやっぱプロになる器じゃなかったんだろうなってすごい思う。だから行っても多分体制はしてないだろうし、恩返しっていう大学の4年間の期間は、そう俺の中ですごい貴重だったなって思う。器じゃなかったなって思う、シンプルに、うんはシンプルに覚悟がなかっただけかなっていう。正直カテゴリーを選ばなければなれたと思う。大学3年生の秋ぐらい、まあ、夏にからインターンとか言ってたから、もうサッカーやりますって言ってたから、第4の夏とか、夏だったかな、春夏にお前本当にやめるのかっていうのを言われて、練習参加とかそういうのはあったらしい。どうやらなっても続かなかったなっていうのは覚悟がなかったかなって。そのプロサッカー選手になって自分は這い上がっていくんだっていう風にサッカーをもう捉えてなかった。それと早く社会に出て自分が違うフィールドで戦ってみたいっていう気持ちの方が強かったから
慣れなかったんだろうなっていうのはすごくあるかな。あの唯一だと思うよ、ちゃんと就活して最後までトップいたの。いやほんとすごいよ。確かにもう好き勝手ね、就活もさせてもらってプロではないなってなったのは俺らは早かったよね、うん、早かったね、うん、自分にとってサッカーとかキーパーってどういうものなのか、スポーツの位置づけ、自分の人生の中でもうシンプルというか、もう格だよね、格、うん、うん、もう真ん中、それなしでは自分の人生ってないし、もう真ん中にある格となってるものが、うん、もうスポーツだし、ゴールキーパーだし、うん、サッカーかなっていう、それがなかったらもう今の自分ってないし。いや俺も本当にまさしくシンプルで、チームスポーツだったっていうのがすごい大きかったかなって思ってて、人との関わり方だったりとか、やっぱ人の考え方、寄り添い方、今の人生においても勉強になったし、学びが多かったし、うん、構成してるのがスポーツであり、サッカーであり、ゴールキーパーだったって。サッカーっていうよりスポーツってめちゃくちゃいいよ。俺がやるスクールっていうのが、その運動が苦手な子とか運動に興味がある子に対しての運動教室なんだよ。俺自身もそのスポーツがずっと根幹にあるから、俺がその子供たちに何を伝えられるかって言ったら、もうスポーツの素晴らしさなんだよ。スポーツの素晴らしさを知ってほしいし、でスポーツを通した上で、こういう今2人と喋ってるけど、コミュニケーション、スポーツじゃなかったら出会わないじゃん、そういう出会いとか。まあ人によってそのスポーツの見方とか捉え方って違うと思うから、一人でも多く知ってほしいなっていう理由で、まあ今回スクールをね、無理やりそこを立ち上げたっていうのが、うん、経緯としてあるからね。まあでやっぱキーパーの話してて、でまあ2人がそのキーパーの考え方とかもあって、で本当にその子が困ってることを、まあ、教えたいなっていう気持ちもあるから、うん、ポーチが言ってたけど、キーパーコーチがいない。日本って多分少ないんだよ、うん、キーパーコーチが。キーパーを習ってこなかった子がいきなり高校上がっても活躍できない。キーパーっていうところでもね、いろいろと指導はできると思うから、そう、もうなおさら本当2人と話してやっぱやりたいなっていう気持ちが強くなったから、うん、パーソナルも今後やっていこうと思ってます。2人ともありがとうございます。とんでもないです。とんでもないです。次回第2回キーパー会談あるのか学年をそうだね、学年ね、ガンガンね、後輩でも先輩でも先輩でも、うん、そう。ではね、本当にこんな素晴らしい2人とね、長い間、お時間いただきありがとうございました。動画本当にいいと思った方はぜひ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。で、スクールの方も絶賛生徒募集中なので、多摩センター駅、川崎駅付近の、小学生の子供たちがいましたら、ぜひ無料体験しておりますので参加よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。